ポリーナ・デニソブナ・ナオシペンコ1939年5月11日はソビート連邦の軍人、ソ連邦英雄。最終階級は空軍賞九1938年、バレンティナ・グリゾドゥボワ及びマリーナ・ラスコーバと共にモスクワからオホーツク海までを直線無着陸飛行したことで知られる。女性飛行士による最長飛行記録を樹立した功績から、 1938年11月2日に女性初のソ連邦英雄受賞者となった。3人の中ではオシペンコが最初に受賞し、同日グリゾ・ドゥボアトラス・コーバもソ連邦英雄を受賞している。オシペンコはロシア帝国エカテリノスラフ県のボスパソフカで1907年にウクライナ人農家の9番目の子として生まれた。出生時の名前は ポリーナで西部なドゥドニクである。1930年まではコルホーズで働き、1930年から1933年までの3年間は、タタール自治ソビエト社会主義共和国のカザニ航空学校に通っていた。ロージナの登場員。左から、オシペンコ、グリゾドゥボはラスコーバ。カザニ航空学校を卒業した後は、空軍将校として、 戦闘機を操縦した。1937年、オシペンコは飛行高度に関する世界記録を3本樹立している。10月、オシペンコとラスコーバは、モスクワ・アクチュビンスク間 1444.722km を飛行し、女性による飛行距離記録を残した。1938年7月には、ベラロマコ及びラスコーバと共に、 ベリー FMP-1 を用いて、セバストポリアルハンゲリスク間の無着陸飛行を行い、新記録を打ち立てた。9月24日、グリゾ・ドゥボワ、オシペンコ、ラスコーバの3人は、アント37、ロージナを用いて、モスクワから極東のコムソモリスクナームーレへ、無着陸直線飛行を行った。しかしながら、 彼女らは悪天候のためにコムソモリスクの飛行場を見失ってしまった。燃料が底をつく中、オホーツク海の海岸を発見した彼女らは、機長を務めていたグリゾ・ドゥボアの判断で森へ、胴体着陸を行った。広報士のラスコーバは、パラシュートでの脱出を命じられたが、その際に、応急用品の傾向を忘れてしまったため、彼女は救助隊のもにたどり着くまで10日間森の、 中をさまよい歩いた。なお、救助隊がロージナを発見したのは、胴体着陸から8日後のことである。グリゾ・ドゥ・ボワと副操縦士であるオシッペンコは、機内に止まったため、着陸の衝撃を受けたが無事生還を果たした。彼女らの飛行は女性による最長飛行記録であり、その功績から1938年11月2日に、ソ連邦英雄が授与された。 第二次世界大戦前、女性でソ連邦英雄となった人物は、この三人のみである。1939年5月11日、アナトリー・セロフとの訓練飛行中に墜落事故を起こし死去。遺体は、クレムジンの壁墓所に葬られた、ベルジャンシクにあるオシペンコの銅像、ハシド遺族のポリーナ・オシペンコ、ありがとうございます。